広告っていうのがすごい高いんですよ。野さんかな。私ですか。え嬉、え、しい。はい。なぜ篠田さん。あの強めに仕掛ってほしい。<laughs> ライフスタイルブランドを去年立ち上げて、でその中で組織作りの大変さとか、あとはこう中間マージンといっていろんなところにやっぱお金がかかってきちゃうので、どうやってこう利益率を 上げていくかみたいなのをすごい考えていてちゃんとしてるん、はい、だけどなん、ね、かちゃんとお客様にはいいものを渡したいのであんま原価を下げちゃうとそこも良くないなっていう中ですごいいろいろ考える中でやっぱり広告っていうのがすごい高いんですよだから広告費用をまあ、自分がやったりとかしてるんですけどあのそういう面でもこう 成長企業の方がこのアクセルジャパンとかを活用してもらえたらなんか広告費用がすごい下げられたりとかするのでなんか嬉しい話なのかなっていうのをコンセプトムービーで社長役を演じられていらっしゃいましたけれども、はい、逆に今いらっしゃる、うん、他の3名の方の部下になるとしたらどなたが<ー>よろしいですか、はい、そしてその理由も聞かせてください。部下になるもうあの そう。まあ名倉はや。まあ名倉でしょうね。いやいやいや、庄さんかな。私ですか。は嬉しい。はい。なぜ篠田さん。あの強めに叱ってほしい。平気じゃないですか。いやいやいや。いなんかあの、すごくしっかりしてそうなので。うん。しっかりしてる。なんかと人から、なんかこう厳しく言われると、ちょっと。き、き。なんかほら、やっぱちょっとほらが。 なんかあの、篠田さんにちゃうと強めに <laughs> で俺が強めに言うとらイラッとするんでしょやっ,やっぱお前は無理なんだよなお前の下に働くってなかなか無理だと思うから <laughs> まあ俺も無理ですだろ<の>、はい、だからやっぱ篠田さんにちょっと強めに強めにわ、はい、かりました強めに叱ってください <laughs>